まあもう後がなくて、今日勝たないと終わっちゃうんで、まあ、かなり必死に走りました。で、まあ走り走れたんで、まあそれ吹っ切れて必死に走れたんで、まあ一回転びそうになってちょっと遅くなったんですけど、トータルではなんとかちょっと前で出たんでよかったと思います。5セット連続ぐらい、270度連続ぐらいでしたっけ。あそこの どれ、もうちょっと覚えてない、2個目か3個目かどっちかだと思うんですけど、あの分と、それからもう少し気持ち強く持って、もうちょっとだけ攻めていきたいなと。今日は取りに行かないといけない。あと3個取らないとどうしようもないんで、まあ、転んでも転ぶか勝つかどっちかみたいな形で頑張っていきたいと思います。まあ、十分じゃないですかね、うん、今の状態と走りの中では十分、まあ、かなりバージン取ってる部分があるので、ユニットでもうちょっと攻めていって、まあ、どのぐらい近づけるかって感じですかね。どうですか、結構か、なんだろう、加減速が多いというか今日のコースは。だからまあその点が、じゃあ、まあ、400cc ですけど、2気筒の 400cc なんですけど、ショートにしたのが結構効いたかなって感じがしますね。ああいうところで結構遅れを取ってたので、そこで加速をするようになって、少しだけでもタイムが詰められたのかなって思います。はい、タイム的にはもう本当にコンマゼロいくつの世界に、ですね、前半一番最初にあるあの8の字セクションが、ちょっとね、やっぱり筑波のコースで、ね、結構ね、転倒の跡とかがこう見えちゃうと一気にこう萎縮するというか、力がちょっと入っちゃう感じになってたのが、まあ、要は そこ一番最初のその8の字セクションで全てがなんかそのリズムがちょっと、なんていうんだろうな、取れなかったのがちょっと敗因なのかな。なんかね、気持ちよくなかったです。常になんかビクビクしながら走った感じだったんで、その辺2層目でうまくこの筑波の路面にまた体がこう慣れていくような感じにこう自分の気持ちを持っていきたいなというふうに思ってます。はい、元ビトラムカーナです。ダンロップ月間オートバイカップジムカーナ2019ラウンド4 A クラス第2ヒートを見ていきましょう。特にレースの進行を妨げるようなトラブルもなく、順調に競技は進んで、まだまだ日が高いうちに A クラスのタイムアタックが始まりました。予想外に気温が上がった今大会、 C1 クラスまではタイヤの熱だれなのか、スリップダウンやアケボケをしてしまう選手が目立ったのですが、やはり A 級にもなるとどの選手も安定したタイムアタックを見せますね。ゼッケン16番の角谷選手は YZ250X、 なんとツーストのオフロードレーサーをベースにしたニューマシンを投入してきました。モタードマシンと違い、垂れ角のついたハンドルで膝を出しながらのライディングで新たな可能性を模索します。それにしても最近は A クラスで走るオートバイが多種多様になってきましたね。元人が元ジムカーナの撮影を始めた頃は A 級といえば半分は NSR だったんです。そこに CBR600 シリーズと、ZRX シリーズが混ざっているというくらいでした。その頃ちょうど、リッター SS 勢、ZX10R から始まりましたねというのが、台頭しだしたんですが、まあそれがですね、今こうして見てみると NSR は未だに一大勢力といっても、たったの4台しか今回出てないんですね。で、今一番勢いのある GSX-R1000 勢がですね、 NSR と同じ数、同数なんですね。そして早川選手、岡村選手の DRZ400SM と小葉選手、市村選手の WR450F が2台ずつ、あとは、MT-03 だったりとかですね、GPMR とかですね、バラバラなんですね。さて、それらのマシンの中から、NSR に勝つマシンが出てくるのか、こと NSR に関しては、2003年からダンロップカップ
でずっとチャンピオンマシンに輝いてるんですね。でダンロップカップがですねシリーズ戦になってから以降 NSR 以外に乗っているライダーでチャンピオンになっているのは今忍者400で戦っているサクター選手だけなんですね。ということでその忍者400が NSR の牙城を崩すのか、はたまた新しいマシンが出てきて NSR を打ち砕くのか、そういったところも A 級のトップクラスの走りを見ていく今後の楽しみだと思います。それでは A クラス上位6名の選手を見ていきましょう。ゼッケン9番 GSX-R 戦の辻江選手は中速セクションばかりの今回のコースで他のビッグマシン勢が順位を落としてしまっている中第1ヒート4位につけていました。第1ヒートの動画でバンク中にバンク角を増やすことはスピードダウンにつながる的な話をしましたが、辻江選手はバンク中にさらにバンク角を増やして走ってますね。これはターンしながらハンドルを外側に少し切ってやることでスピードを落とさずにバンクを増やせるのですが、フロントタイヤの面圧が落ちるのでどこでも使えるというわけではありませんが、とまさかここでミスコースというかコースを見失ってしまいましたが1本目のタイムで6位に残りました。第1ヒートを3位につけていたゼッケン5番 NSR250R の広瀬選手は第2ヒートスタートでフライングのペナルティがついてしまい1分28秒955の生タイムを出しつつも、1本目のタイムが決勝タイムになってしまい5位まで順位を落とすことになってしまいました。ゼッケン13番矢島選手のこのマシン GP125 クラスのフォースト版の GP モノというクラス用に作られた GPMR250X というマシンでホイールベースの短いコンパクトな車体に CRF250 のエンジンを積んだマシンをさらに元ジムカーナ用にセットアップしたもので、矢島選手のテクニックのもととにかく中低速セクションがめちゃくちゃ速いです。今のフリーターンも小さく鋭く回ってタイムを削っていきます。タイムは29秒015で4位に入りました。第1ヒートでは2位につけていた現在シーズンポイントリーダーのゼッケン2番池田選手、序盤の複合セクションをリズムよく走ってますね。おっとここのコーナリングのバンクすごいですね。そして一気に加速してからの8の字への飛び込みスムーズですね。こういうところが NSR の強みなんですね。寝かせた状態から一気に遠慮なくスロットルを開けていけるのがツーストエンジンの特性で、こういうところが NSR の速さですね。とここ当たりましたか。スローで見てみるとどうですか、当たってますかね。もう一度見てみると当たってます。パイロン揺れました。当たってますね。今時のオートバイに比べると NSR はとってもお尻が大きいんですよね。結構際どいところでこのシートカウルが当たってしまうということがよくあって非常にもったいないですね。で NSR はエンブレが弱いのでターンの進入も楽なんですが、速度が落ちてからの加速力が弱いんでラインを大きく取ってなるべく速度を落とさないで走らせるというところが難しいんですね。池田選手の生タイムは28秒625でしたが先ほどのペナルティで順位を3位に落としてしまいました。そして代わりに2位に浮上してきたのはゼッケン4番忍者400の作田選手です。今シーズンから投入のニューマシンもレースを追うごとに熟成度が増してきました。ファイナルをショートに振ったということで、加速が鋭くなった反面セクションのつなぎの部分で吹け切ってしまっています。かなりショートに振っているようで、これぐらいの加速でも吹け切ってますね。まあ作田選手が早くから開けられているとかですね、そもそもの旋回速度が高いというのが一番の要因なのですが、やはり受け切ってしまっているとその間はどんどんタイムを捨てていっていることになりますから、今後さらに見つめられていくでしょう。作田選手のタイムは28秒758でした。そして最後の出走となった第1ヒートトップのゼッケン1番富永選手です。結果的には富永選手の1本目のタイムを2ヒート目で超えられたのは池田選手の生タイムのみだったんですね。2本目のタイムがなくても優勝だったんですが、富永選手のスタート時点ではまだ池田選手はタイムアタック中でした。
僅差に迫るライバルのタイムを聞かずにスタートしていますので、先ほどのインタビューでもあった転ぶかトップタイムを出すかの走りをしているようなんですが、相変わらず滑らかすぎて勢いを感じられませんよね。今の加速の音なんかも本気で開けてるように聞こえませんよね。じゃあどこで頑張ってるのかってところなんですが、ここですね、ここ唯一、本気を出してる時の富永選手の挙動が乱れるのは回転なんですよね。でこの川の字セクションなんかも焦ると開けごけしてしまいそうですけど、非常に安定してますね。富永選手はこうマシンが旋回して、進路が決まる前からスロットルを開けちゃってリアブレーキを引きずって、軌道の修正をしながら走っているそうなので、開けごけっていうものを起こさないんでしょうね。終盤もブレのない流れるような走りでゴールに飛び込み、各クラス昇格ラインギリギリの選手の期待を見事に裏切るタイムアップを果たしました。見事な結果ですかね。そうですね、うん、あのもう本当だ、出来すぎじゃないですかね。そうですか、やっぱり走って感触あったんですか。すごく攻めげててもマシンが安定してたし、十分前に進んでる感じがあったので、これは少し伸ばせるかなと思ったんですけど、まあ、N.A. さん、池田さんとか富永君はやっぱ早いので、そのあたりはさらにこれ 伸ばしてくるだろうって思いながら走ってましたけど、まあ、8秒台目標としてましたけど、まあ入ったんで本当良かったんですね。もう今現時点としてはもう100点じゃないですかね、うん、まあミスはしてますけど、はい。ちなみにショートにしたって結局どれいくついくつぐらいだったんですか。ちょっとロング気味でしたよね最初。そう、今フロント一丁ショートのリアが、6丁だから9丁ショートですね。今日のコースでもレブが 2,3 箇所当たってます、うん、それでもあの今日のコースだったら2速に上げるほどではなくて、加速の時点でタイムを稼げてるで、レブでコーナーリング入るんで、うん、そんなにもあのデメリットとしてはなかったですね。うん、シフトアップはなしで、今日はシフトアップはないです。あの距離感でシフトアップなしなんで、だいぶそのこれ以上の長さだったらシフトアップするようだなっていう目処は立ったので、うん、だからそこは今後に向けていい感じ、食はあります。はい。残り2戦期待しております。ああ頑張ります、ね、少しでも NSR 勢が慌てるぐらいのタイムを出したいとは思います。はい、そうですね、割とうまく走れてた印象はあります。はい、ただ川の字のところの走り方がやっぱりあれでしたね。1走目の走り方をそのまま今回2走目も同じ走り方したんですけど、もっとねこうスピードが上がるとまたちょっとね窮屈なラインになったんですよね。あこれ無駄だなっていうところがやっぱりあそこで結構何箇所かあったんで、おそらく後でこうビデオチェックしるとビデオチェックするとそこで遅くなってるんじゃないかなっていうのは今感じてます。もうちょっとあったのかな走り方が。はい、まあでもチャンピオンの希望は十分残る順位で。そうですね、ちょっとね意識しちゃったっていうのもあるかもしれないです。今年のねシリーズポイントを見るとなんとなく今日頑張ると今回の試合で頑張ると割と有利になるのかなっていうふうに思うと、なかなかやっぱり体も硬くなっちゃうですかね、動きが。反省するところですね。はい、追われる立場は難しいですか。追う方がやっぱりいいですかね、なんかね、はい、
思います。私もそうやって。いやもう朝からもう今日負けたら終わりなんで、シーズン終わりなんで、それなりにこう諦めないようにいつもよりもちょっと頑張って走らなきゃと思って必死に走ったんで、まあ何度かだから1人目も2人目も転びそうになっちゃってるんですけど、まあでもやっぱりこうなんとなく走るよりは必死に走って多少失敗した方が早いなっていう感じが今日分かりました。ということは2人目はだいぶ失敗したってことですか？1回やっぱり転びそうになった回転最後のあの270度の最後のところでちょっと滑ってバランス崩しちゃってるんで、まあでもバランス崩す直前ぐらいまで他のとこも行かないとつくばタイム出ないんで、まあまああれも含めて頑張れてよかったなと。今日結構路面温度上がったんですけど、9号大丈夫ですか？9号路面温度上がると良くないんですけど、まあでもまあ一応なんとかなったなって感じ。そこまで溶けてなかったんで許容範囲内かなって感じ。どうですか残り、ジャパン入れて2戦いけそうですか？一応2回勝たないとタイトル取れないんで2回とも勝つつもりで、ジャパンはね都民なんで少しこう強い部分もあるんで、ここよりも気分よく走る分だけあのなんとか勝ちたいなと、まあ、毎年勝ちたいですけど今年は残り2つ絶対に勝つつもりでいきたいなと思ってます。